こんにちは、管理栄養士リサです。今日は渡辺通りにある沖縄料理とタイ料理が一度に味わえるお店、チョイサボをご紹介します。お店に入ったらまずは沖縄といえばオリオンビールということでいただきます。美味しそう。お店の中はこんな感じ。なんだかタイの屋台風って感じですね。メニューを見ると沖縄料理とタイ料理のメニューがたくさん。いろいろと注文しました。おすすめはヤムママ、レッドカレー麻婆豆腐、トムヤムおでんにパクチクワとなっています。どれも美味しそうですね。まず到着したのはおつまみ3種盛り。今日は島豆腐の浅漬け、ゴーヤとツナの酢味噌和え、そしてセロリナンプラーでした。こちらはお任せで出てきます。そして水餃子。チョイサボといえばこの水餃子、これはね必ず頼みます。ちなみに焼き餃子もありますが、私はこの水餃子推しです。湯気もしっかり出てて美味しそう。そしてね、この餃子のタレも美味しいんですよ。いろんな調味料が混ざっていて、水餃子を引き立ててくれる万能脇役です。たっぷりつけていただきます。次は和牛ハツの炙り刺し、ガリシソ青唐辛子醤油がかかっています。これもコリコリとした食感で美味しいんですよね。そして島らっきょうが到着しました。島らっきょうといえば抗酸化作用、血液サラサラだったり高血圧改善も期待できるんです。これもね必ずと言っていいほど頼みます。そして島らっきょうでお口をさっぱりさせた後はこちら、レッドカレー麻婆豆腐。これねすっごい美味しいんですよ。激辛は苦手なのでちょい辛にしてもらいました。このトゥルトゥルのお豆腐に旨味と辛味が合わさったソース、口の中に入れると旨味が後からピリッと辛味がくる絶妙なコンビネーション、文句なしです。そして最後おでん。このおでん、普通のおでんじゃなくてトムヤムスープを使ったおでんなんです。厚揚げ、大根、牛すじにしてみました。もうね、スープまで飲み干したいぐらい美味しいおでんなので、行ったらぜひ頼んでみてください。さて今日は福岡は渡辺通りにあるチョイサボご紹介しました。場所はこちらです。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。